1936年式テラプレーンモデル61デラックス4ドアセダン1937年式テラプレーンモデル72スーパーコンバーチブル1937年式テラプレーン4ドアセダンアバンダンドハドソンテラプレーンコンバーティブルテラプレーンはミシガン州デトロイトのハドソンモーターカーカ,ーカンパニーが1932年から1939年まで製造した乗用車のブランド モデルの名称、初年度のみ SX イコールテラプレーンだった。1933年には単にテラプレーンとなり、1936年にハドソンのラインナップに組み込みれた。テラプレーンは低価格であるがパワフルな車両で、街でも田舎でも使われた。テラプレーンの名は乗用車だけでなく、トラックにも使われた。乗用車ではコンバーチブルモデルも生産された。 ハドソンは低価格車エセックスをより安価なシリーズとして1919 19年から製造した。ハドソンは1922年にエセックスを吸収した。エセックスは全閉化鯉型の自動車を低価格で購入しやすいモデルとしたことで知られている。エセックスの販売下落と世界恐慌の影響拡大により、ハドソンはエセックスの設計を改め、製造コストを一層抑え、 より安価な車両とした。この変更は1932年に行われ、SX イコールテラプレインとなった。ハドソンは有名な女性飛行家のアメリア・ヤハートに、テラプレインの最初の一台を宣伝してもらった。小型だが、大変パワフルで、高性のハシごフレーム上に、基準を厳格に適用して作られた乗用車だった。オリバー・ライトもこの理由から自分用に発売当初の、 テラプレインを購入した一人だった。1932年式はまだ先代の SX にニトスタイルで、1933年式で社名はテラプレインとなったが、ラジエーターグリルのエンブレムにだけ SX イコールテラプレインとあった。1933年式テラプレインのみオプションで8気筒エンジンがあった。テラプレイン8は直列8気筒で、 排気量は 244CU インだった。ハドソン車も同系列のエンジンを乗せたが、排気量は 254CU インだった。テラプレーン8のシリンダーボア系は2.9375インチ、ハドソン8は3インチで、いずれのエンジンもストロークは3.5インチの同じクランクシャフトを使っていた。テラプレーン8は大型エンジンを乗せるため、より長い車種、ボンネット、 フロントフェンダーとなり、ボンネットにベントドアを持つことが、直接ルーバーが、プレス加工されていた、直列6気筒版との外観上の違いだった。1933年式テラプレーン A 特ウペが、パイクスピークヒルクライムで出した記録は20年以上、破られることがなかった。テラプレーンは1938年まで生産された。以降は、ハドソンの低価格モデルは、 ハドソン112となった。モデル名はホイールベース112インチに由来する。テラプレームの車種とエンジンはイギリスのレールトンも1933年から1939年まで使っていたが、この会社は1939年にハドソンが買収した。ありがとうございます。